じめまして、アレクサンドラ・ポーターと申します。本日のスピーチタイトルは、全然わかります。言語の流動化です。どうぞよろしくお願いします。全然わかります。おかしいですか？大丈夫ですか？来日して初めて、全然 OK ですと言われて、これまで習ってきた日本語とは違っていて、少しびっくりしました。これについてはまた後でお話しします。それでは、まず自己紹介から始めたいと思います。欧州任天堂でコーディネーターとして勤めております。日本語を勉強しようと思ったきっかけは、ある高校の先生の言葉でした。もともと子供の頃から、たびたび家族と一緒に海外へ行く機会が多かったせいか、外国語が好きになった私は、大学で珍しい言語を学べばとフランス語の先生に言われて、それでなんとなく日本語に決めました。欧州言語と比べると、やはり日本語は難しいですが、今振り返ってみると、日本語に決めてよかったと思います。なぜなら、今やっている仕事で日本語を使うことが大好きだからです。しかし、ここまでの道がそんなに順調ではありませんでしたので、これから日本語を勉強して、日本の会社で働きたいと思っている、または働いている皆様のために、私の経験や意見について話したいと思います。子供の頃から外国語を好きだったと紹介しましたが、今は外国語だけではなく、母国語である英語にも興味をとても興味があります。不思議なことに、もともと英語にあまり興味を持っていなかったのですが、外国語を勉強することとともに、母国語にも興味を持つようになりました。今よく感じるのは、数カ国語が話せると、自分の言いたいことがうまく伝えられるということです。例えば、日本語の頑張ってを訳そうとしても、Good luck とか Do your best などにしかならないと思います。全く同じ心情の入っている言葉ではありません。なぜなら、頑張るという動詞に、歴史、文化、考え方などが入っているからです。同じように、英語の fingers crossed と訳すのも困るのではないかと思います。なぜかと言いますと、もともとの起源がキリスト教に関係があるからです。本日、テーマにした、全然わかりますというのは、本当は正しい日本語ではありませんね。でも、最近の若者が全然を肯定表現に使い始め、それがかなり通じるようになりました。近代の英語もかなり変わってきました。私がこういうことに興味を持つようになった理由はいくつかあります。まず、外国人として日本語を話すために乗り越えないといけないハードルがたくさんあるからです。第一は、日本語そのものの難しさです。しかし、努力さえすれば、ある程度話せるようになるものです。第二は、その話す言葉が通じるかどうかの問題です。第一を乗り越えたら、第二は自然に解ける問題だと思ってもおかしくないかもしれませんが、実際にはそうでもない時も多いです。第三は、日本人が日本語を話す外国人にびっくりして理解できないことです。私は2004年から2006年まで、ジェットプログラムの国際交流員として日本の山口県に住みました。当時の日本語能力は普通に生活できるぐらいのレベルでしたが、たびたび困った時もありました。一番印象に残っているのは、私が電話機を買いに行った時のことです。近くにあるデパートの電気製品コーナーに行って電話機を探してみましたが、結局見当たらなかったので、店員さんに聞いた方が早いと思い、すみません、電話を買いたいんですか？売っていらっしゃいますか？と聞いてみましたが、店員さんの顔が真っ青になって、私の言ったことが何もわからなかったようでした。もう一度聞いてみた結果も同じでした。通じていないかなと思い、説明してみました。携帯電話ではなく、アパートに置くような電話が欲しいんです、と言ってみましたが、
やはり通じませんでした。レジに人が並んできて恥ずかしくなった私はどうしようかと思いました。すると、もう一人の若い店員さんがやっと来て、あ、電話機ですね、とすぐ理解してくれました。電話と電話機、そんなに違いますか？もしかして日本語を話すの外国人の私にびっくりしたのかもしれません。イギリス人として思ったのは、もし私が少し間違った英語を聞いたとしても、なんとなく意味がわかります。それなのに、どうして私の日本語がうまく通じなかったのかなといろいろ考えました。考えてあげく、英語は日本語と違って、昔からいろんな人にいろんな国で話されてきた言語であるということです。アメリカン・イングリッシュ、つまり米語もありますし、アフリカの国々でも英語の方言が使われたりしていますので、これが正しい英語と言える英語が、すみません、これが正しい英語と言える英語がないのではないかと思います。一方、日本語は日本以外の国の母国語にはなっていないので、正しい日本語と言える日本語はまだあると思います。世界中で英語を母国語として話す人口ですが、3億人を超えています。第二言語として話す人口も4億人を超えています。やはりそれだけの数の人々が話すと、言語の流動化は当たり前のことです。英語は多様なので、大体の意味が通じるということだけでも十分だと思います。もちろん、ビジネスなどの場合、きちんとした言葉を使うべきですが、話している相手がイギリス人、フランス人、インド人などかどうかは分かりませんので、少しおかしな文を聞いたとしても、ほとんどの人は気にしないと思います。日本人の知り合いに聞いたら、外国人が書いた少し変な日本語の文章を読んだとき、意味が読み取れても、その少しおかしな日本語に違和感を感じました。皆様はどうでしょう？日本人はよく相手の反応を大切にする民族なので、日系企業で働いている外国人を英語だけで働かせるのは珍しくないと思います。せっかく日本語習ったのに、それを使えないことに落ち込む人は多いでしょう。任天堂はとても国際的で前向きな会社なので、社員全員の良いところをサポートしてくれます。私の場合、せっかく日本語を習ったのだからということで、日本語をもっと使ってほしいようです。毎日いろんな国の人々との触れ合いがありますので、少しくらいおかしな言葉に誰もびっくりしません。私の夢は、日本人も少しくらい間違った日本語にびっくりしなくなることです。もちろん、精一杯努力して日本語を使いたいと思いますが、残念ながら日本人のような日本語にはなるわけではないと思います。イギリス人の日系企業に対するイメージですが、日本語がわからないとうまくやっていけないのではということではないでしょうか。イメージを変えるのには、会社の柔軟性を見せることが必要だと思います。日本語のわからない人は英語でいいし、日本語のわかる人はどちらでも使えるということが一番効果的な方法だと思います。そうすると、日本語を勉強して日系企業で働きたいと思う外国人が増え、本日のサー・ピーター・パーカー・アワーズの目的でもあるビジネスにおける日本文化の相互理解が深まり、イギリスと日本のビジネス関係がこれからますます強くなることでしょう。もし今日皆様が会場を出た後、アレクサンドラのスピーチには少し変な英語が出ましたが、彼女の言いたいことが全然わかりましたと思ってくれたら満足です。少し横にずれてしまいましたが、言いたいのは、言語は時代の流れとともに変わるものなので、みんな自信を持って自分なりの言葉を使って楽しくいろんな人々と仕事をしましょうということです。以上、ご清聴ありがとうございました。